はい、筋肉エプロンです。今日も炊飯器ライト弁当を作っていきましょう。今日はですね、梅と塩昆布の炊き込みご飯を作ります。炊飯器料理検定8段を持ってる僕の研究結果によりますと、梅と鶏胸肉を合わせると非常に食べやすくなるっていうことが分かってますので、梅を使った炊き込みご飯のレパートリーを増やしたいっていうことで、今回は塩昆布を入れてみました。で、今日のやつに関しては塩昆布を入れすぎないようにしましょうっていうことぐらいしか喋ることがないんで、全然関係ない話をさせてもらうんですけど、最近ですね、僕のチャンネルが結構順調に伸びてきててめちゃめちゃありがたいんですけど、僕何としてでも年内に5000人を達成したいんですよ。で、まあなんでかっていうと、僕の大学の唯一と言っても過言ではない友達が今カナダに留学してるんですよ。で、僕はそいつも YouTube やるっていう方に引きずり込みたくて、年内5000人達成したら YouTube 始めようなっていう約束をしたわけなんですね。で、まさか5000人なんか行くと思わずに約束してると思うんですけど、それが目前に見えてきてしまってるわけなんですね。一旦行ってらっしゃい。炊飯後。はい、お帰りなさい。ということで、で、そういうわけで、僕は何としてでも年内に5000人を達成したいわけなんですよ。とは言っても、二人だけの口約束やと、今忙しいからなーとか言ってなーなーになりそうなんで、まあ、この場を借りて逃げられないようにしときます。僕の友達留学してからやっぱ日本が恋しいらしくて、僕の YouTube の動画全部見てくれてるんですよ。自分のリアルの友達がこんな炊飯器で料理しながらアフレコ一人で喋ってるって相当キモい動画のはずやのに、それ全部見てるってね、相当寂しいんやと思いますけど、こっちもこっちで大学で一人も友達がおらんくなったせいで、リアルにここ一週間ぐらい大学で一言も喋ってないんでね、困ってるわけなんですよ。なんで、ちゃんと向こうの留学 Vlog を公開してもらえるように、なんとか皆さんの力で5000人まで押し上げて、いや、ここまで来たら始めなあかんでっていうプレッシャーをかけることに協力してください。まあ、その友達も渋ってはいるんですけど、留学用にインスタの鍵アカが別にあって、そのアカウントで毎日留学何日目っていうストーリーを上げてるんですよ。だから YouTube を始める片鱗は見えてるんでね、最後の一押しを皆さんに手伝ってください。てなわけで、この動画も絶対見てるはずなんですよ。おいお前、見てるんだろ？お前も YouTuber にならないか？あざしたー。